はい、お久しぶりです。クラウドです。はい、というわけで、2ヶ月ぶりくらいの声ありのマリオカート7ですが、ちゃんと録画できてるかちょっと不安ですけど、やっていこうと思います。ちょっと急に初めて、別に話す内容とかも考えてなかったんで適当だと思うし、しかも最近まあね、1万以下の人たちと戦ってたもんで、こういう多分強い人らって言ったら、なんかその始めたての人がなんかかわいそうだから、なんか言いにくいんですけど、まあまあでも始めたての人たちとずっと戦ってたんで、ちょっとどういう感じになってるか俺もよくわかんないんだけど、まあそんな感じでリハビリカートかつリハビリ声ありということで、そんな感じでよろしくお願いします。そう、まあ声ありリハビリって言ったら微妙だけどね、エイトデラックスバリバリ喋ってたから20分ほど喋ってたからね、でも大した話してなかったんだけど、そうだから何喋ったらいいんですかね、もうエイトデラックスで久しぶりですみたいなこと喋ったような気がするから、特に喋ることないと思うんですけど、ちなみになんかルイージサーキットはお任せで選ばれました。あ、でこれはちょっと今募集して、コミュニティ募集して、走らせてもらってます。多分珍しく前俺が出てるだけで、多分このサンダーでひっくり返ると思います。はい、大丈夫かな、ちょっと本当に急に初めてちょっと行動しようと思ったわけですよ。人間は考える足であると言いたかったけど、行動とは関係なかった。これ買ったんじゃない俺、ちょっと裏でごちゃごちゃしすぎてないか、大丈夫か、変な人湧いてないか、あ、マジか。いやでもこれ無理だな、まあ仕方ないな。サンダー待ってトゲ待ったら勝てんわこの、何今の、まあいいや。はい、というわけで、お久しぶりのマリオカート7実況あり、実況か知らんけど、やっていきたいと思います。そう、俺ちょっとね、本当は土日くらいに、まあ、声ありなり実況なり、あとは生放送なりしようと思ったんですけど、ちょっと急に喋りたいことあったなって思って、思いまして、ね、まあここでは喋んないんですけど、次の動画あたりにすると思うんですけど、あ、もういいや、前行こう、適当に走るんですけど、なんか言おうとしてた、忘れた、ごめん。それ関連の話を、そう、パズドラの話もちょっともう早めに撮りたいなって思って、今もランク999だからそのうちいけるかなと思って、ちょっともう特になんか話す内容考えてなく、もうセブンのね小やり出しちゃったからどうしようかなと思ってるけど、ちょっとね、まあ待ってくださいって感じかな。もうちょいしたら、あれだよ、あれVR1 枚行くから、それまでは待ってほしい。ちょっと、俺も、ちょっといろいろ忙しいから、時間あるときに、とりあえず動画撮っとかないといけないなって思ってるから、こういう感じになってるんで、もう、多分、動画投稿時間は、とりあえずパートシリーズはね、上げるとは思うんだけど、ちょっと、なんか他に、あげたいなって思った動画は適当に出すと思うんで、時間とかぐちゃぐちゃで、これはトゲ回避します。まあ、こんな感じでいいでしょう。これは、こっちの奥側で出てくれるんで、あれ案外前行けるんかな、どうなんだろう、この人たちはマリカ7どんくらいやってる人たちなんかあんまり分からんけど、裏がごちゃごちゃしすぎてるんかね、どうなんだろうちょっと次は下画面縛りでやっとくか。いや、多分普通だと思うけどね。はい。まあいいや。はい。次のレースいきます。はい、3レース目です。まあ、復活したって言われたら微妙なところなんですけど、まあ、まあ、これまで何してたかっていう話しときます。もう別に何もしてないですけどね。なえて、寝て、YouTube 見てっていう感じだった気がしますけど、はい、多分どっかの生放送あたりで体調崩して、でそっから
ちょっと萎え続けて、なんかいつの間にか声が消えてたよみたいな、そんな感じだったような気がしますけどね。ちょっと怖いな。いいよ、あめ、よし、これは俺にだったんで、どうしようか。ちょっとマイク、あ、取れねえか、マジか。あ、下画面縛りするとか言ってしてなかった。まあいいや、ちゃんとリスクして。案外ワリオとジュゲムいるからね、いいっすね。こんなみんなをメタマリに縛られたくなくていいから。まあ最強キャラだけど、俺はこれ使うけど、みんなは使わなくてもいいと。当てたいな、さすがに届かないか。まあトゲも3段もないからまだワンチャンあるかな。あ、これはマジか、終わった。さすがにこれは1位の人1位だな。これはちょっと強かったな、うん、え、マジか、キノコ使うために俺ほじってたんだけどな。まあ2位か、2位でいいでしょう。あ、というわけで、あ、まだ3レース目か。実況っぽい実況できてないですけど、まあリハビリということで許してください。最後くらいはやるかな。いや、知らん、うん。まあこの動画をちょっと急に撮った理由としては、まあこの動画どうでもいいんです。そう、復帰動画どうでもいいんだけど、他のネタちょっとあってね。まあ、ネタって旬があるじゃないですか。まあそれ重要だから、うん、ちょっとそれに関して話しておきたいなと思って、復帰動画を適当に撮ってます。はい。まあ別に、そう、本当に復帰動画っつっても喋ることないから、まあこんなんでいいと思います。はい。というわけで、まあまあ8デラックスでもね、ちょっとは話してると思うけど、まあ話してるところは、聞きたいならそこら辺見ておいてください。うん、とりあえずちょっと多分次の動画あたりで、そのネタ提供してくれた人の話をすると思います。どれかどうしようかな。食らいたくないな、あれ、自然に落ちたいな。 OK、 自然に落ちた。これ、あ、なんだ、キノコ持ってた。見てなかったー、残念。これはもう一回、キノコが来ない、キノコじゃねえな、トゲが来ないと負けかな。まあなんだろうな、パートじゃねえな、レート1万入るまでのどういう部屋があったみたいな話は、うん、もう1万行った時てか行く時にまた話そうかなと思います。今現状話したいってことはそんなくらいかな。ああ、そうだ、生放送は、多分土日、まああんま、なんかやっぱ夜って結構配信者結構やってるから、あ、やべ、これ使っちゃった。だから、あんまなんか同じ一緒のタイミングにやってもあれだし、そもそも俺が見たいしって感じなんで、危ね。多分昼くらいにやるんじゃない？まあ平日やらんことにはしとくわ。平日はやんないにしときますね。はい。来たい方はよろしくお願いします。お優しい。はい、というわけで、1位だっけ？忘れた。そんな感じだったような気がしますけど。勝てるんすかね。あ、そうだ。で、まあ、今回ね、ツイッターでこうやって募集させてもらったんだけど、こういうのをちょっと、これから増やしていこうかなと思います。あ、なんか、ギリギリ1位でしたわ。はい。というわけで、皆さんもマリオカート7鍛えて、この参加型、コミュニティに、参加してください。はい、というわけで、ちょっと復帰動画でした。ありがとうございました。